今日使用するデータはこちら。文部科学省学校における教育の情報化の実態などに関する調査です。今日もわかりやすく、そしてニュースや新聞の加工されたデータでない一時データから真実に迫りましょう。 日本一わかりやすくデータ分析の基礎の基礎から丁寧に解説します。今ご覧いただいているのは文部科学省学校における教育の情報化の実態などに関する調査。この中の都道府県別コンピュータの設置状況及びインターネット接続状況の実態というデータです。いつも言っている通り行政のデータ見にくくて難しくて言葉の定義もわかりづらいですよね。まずここの自動数を見てください。この自動数とは何を指すか 今日も日本一わかりやすく解説しますね。日本にはいろんな学校がありますよね。その学校の定義が重要となります。じゃないと、どこの生徒のことを言っているのかわかりませんよね。っていうか、学校って言うと、じゃあ大学とか、大学院も入るのじゃあインターナショナルスクールは、フリースクールっていうのもありますよね。こうやって考えると、いろいろわからなくなります。この児童数っていうのは、超わかりやすく言うと、文部科学省が認めている、小学校、中学校、 義務教育学校、高等学校、そして高等学校の通信制も入ります。あとは中等教育学校と特別支援学校、これらの学校に通っている全ての子供たちを指します。そしてその隣にある学校数も今挙げた学校の合計数になります。これが全国都道府県別に全て載っているんです。すごいデータですよね。今日のレッスン。 タイトルはちょっと面白くしてみました。普通教室の無線 LAN 整備率ランキングです。このエクセルデータは本当に面白いですよ。いろんな情報が読み取れて、どれぐらい IT 教育に各県が予算、ひいては教育へ力を注いでいるかがわかる資料でもあります。では、いつも通り生のデータを使って一緒にやってみましょう。まずはこちら L 列をこうやって色を塗って見やすくしましょう。次に、ここのセル パーセントを星印にしておきます。では、並べ替えをやってみましょう。前回、前々回の動画での復習ですが、皆さんだいぶ慣れてきたのではないでしょうか。よく見ててください。まず、適当にどこでもいいのでセルを選択します。そして、コントロールキーを押しながら、下矢印をクリック。すると、データの一番下へ瞬間移動します。次に、エクセルで並び替えをする範囲を選択します。一番下の平均は除外し、ここから、グググっと上に上がって、 でここまでです。次に Excel の一番上、データをクリック。すぐ下にある並べ替えをクリック。新しいウィンドウが現れましたね。いつも通り、最優先されるキー。ここでさっきの星印を選びましょう。そして一番右の順序を大きい順にします。OK をクリック。あっという間ですね。 今回はより見やすくするため、まずちょっとした作業をします。一番右の A 列を削除します。そして新しく A 列になったこの部分、選択したまま、Excel の一番上、表示をクリック。ここ、ウィンドウ枠の固定っていう文字の隣、この下矢印をクリック。そしてこれを選びます。するとどうなるか。 一番左の列が固定され、消えなくなるので、こうすると、どの県が一位で何、何パーセントか、すぐにわかりますよね。一位徳島県、二位三重県、三位兵庫県では最下位は、四十四位佐賀県、四十五位岩手県、四十六位熊本県、四十七位広島県です。ただし、この最下位のデータが面白いのは、広島県と熊本県は、ランの整備率はかなり高いのに、無線ランは最下位なんです。 ちょっと面白いですよね。なんでって感じです。一緒にね、整備しちゃえばいいのにって思っちゃいますよね。むしろ上に位置する岩手県、大分県は、LAN、ン無線ンともに整備率は低いんですよね。特に岩手県は学習用 PC1 台あたりの児童数も3.4人なんです。これはどういうことかというと、1台のパソコンを3人以上で使っている状況です。この列を見ると、1人1台以上支給されているところもあります。 このデータで並べ替えをするのも面白いかもしれませんね。ここからの議論ですが、じゃあ、広島県、熊本県、岩手県、ついで佐賀県の児童が IT リテラシーが低いかというとそうは言えません。実は僕は佐賀県出身なんですね。ちょっとね、ショックというか、確かに思い起こすと、あの頃、僕が子供の頃なんてインターネットなんてなかったですしね。Windows とかインターネットっていう言葉を聞いたことすらなかったです。周りは田んぼばっかりで電柱ちらほらって感じです。 確かに僕は大学生ぐらいになっても IT リテラシーがかなり低い子供でした。 話をこのデータに戻しますと、もしかしたらパソコンの支給率や無線 LAN の整備率が IT リテラシーに影響を与える一要因となり得るかもしれませんが、これ以上の解釈はマスコミがやりがちな歪んだ拡大解釈になりかねませんので、ここまでにします。純粋にデータを見てそこからわかることを正確に捉えるようにしましょう。もし分析を行うのであれば、仮説を立て、使用するその他のデータが正確であるかどうか、またそれらデータの相関を含め調査をした上で進めるようにしましょう。いつ 参考としてこののの動画の下の説明欄に今回使用した文部科学省学校における教育の情報化の実態に関する調査このリンク先貼っておきますので参考にしてみてください以上数の日本一わかりやすい都道府県別普通教室の無線 LAN 整備率ランキングでした See you!